今目の前にいるのはばあちゃんです。もう彼野猿子に転身しました。はい、今僕は遅れて合流したんですけど、マッチ開けます、マッチ開けます。はい、野猿の仕掛け、野猿ストッパーして、ラインが 1.7 ですね。僕はプロロの 1.7、 ナイロンの 2.5。 あ、 2.5? ナイロンの 2.5 マジで。はい、でここのゼイゴのとこにつけましょうね。はい、はい、っていうんで僕もアジをいただいたんでセット完了。で、言うんで僕はまず野猿をさっき車に取りに行かないと。野猿取ってきます。正面投げていい、正面投げてもいいよ。これ右の方投げなんだよ。アジ落ちたけど。アジ落ちた、アジ落ちた。危ない危ない、瀕死やけど。危ない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 、アジ瀕死やけど。危ない危ない、クロちゃん、アジ、アジ、アジ、貴重な餌が、アジ、アジ、あと単数1しか残ってないのに。貴重なアジが普通に外れたぞ。スカリックスって。死にかけてる。あ、まだまだ泳ぐ元気やろ。あ、戻った戻った。でかいの使おうか。いや、いいよ、これでいいよ。これでも食えばいいんや。味付けてわちゃ。これは一番でっかい餌やよ。いい味。よし、一番いい餌向きの味やよ。あ、いい味ですわ。釣らしてくださいよ、僕に。もうブクブクはお役ごめんで。今日は味が釣れませんでした。悲しい。悲しいな。あれ、ビットやつ。パス。来たぞ。もう来た、来たぞ。あ、なんかいる。やっぱ味釣らんと。めっちゃ研究の。あのバイブレーションやね。いや、俺らが釣りたいんやね。あ、釣る。味。味釣ろう。ようやっと来ましたよ、チャンスが。チャンス。いや、いつもの石はやっぱり。ちょっともう一回、もう一回聞いてみて考えよう。あ、一回聞いてみる。竿に聞いてみなが。聞いてみる。重さを。重量。お前どんぐらいや。投げた。ん？そんなに飛ばしてないの。で、その後糸もそんなに出してないで、30メーターぐらいじゃない？最初に出したの。だからその後走ってるで、40メーターぐらいじゃない？竿の角度で、糸の角度で判断してもろて。自転サーバーさん準備に入ります。気持ち悪い。言うてやん。あ、そうだな。やべえやん。俺のも出てるな。あ、これイカだな。ばあちゃんもイカ来てるじゃん。出とるやん。ちょっとほっとこう。ほっとく、それは相手とじゃん。しばらくは。まだ大丈夫やと思うので。おっ、カメラ。出陣。えっ。自転サバ野猿投入しました。届いたっていうタイミングって分かるんか。分かる人分かるけど、ごめんなさい、僕の力では分かりません。お答え申しかねます。なんでそんな丁寧や。あっちも今苦戦してるみたいやで。乗った？うん、うん、微妙。乗ってませんか？話しましたね。残念。タイミング的には良かったんじゃない？ああ。
頭やられてるね。頭やられました、うん、残念。おばちゃんに期待しよう。手で持つと分からんね。悪いな。早いな。めっちゃ怖いけど。いや、ついてるよ。テンションある、テンションある。良くなかったんで、ね、みんなちょっと良くなかったんで。あれ、早いわ、あのローラー。越前サバさんは釣っててください。はい。ちょっと横で、ジャッジャうるさいけど。すいませんね。お、あ、乗った。臭い。いや、今、暴れたな。あ、ダメっぽい。ただ、一回かかったんじゃない？かかったんやってな。嫌がって。何者のかからんかったやろ。難しいな。乗ってるわちゃん。ちっちゃいですよ。ご視聴ありがとうございます。